で背中座っていくとね、ここ、はい、ここ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 、あとここ、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 この辺が全体的に硬くなってるんですね、はい、で、どんな感じかって言ったらね、うん、で冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチになってるんですね、特にこの辺、はい、左側、はい、あとこの辺ね、で、これで、そのお肉をね、今から、ね、生肉に戻してみます、はい、その過程がね、とっても痛いんですねで、この背中の疲れって、足の疲れから上がってくることが多いので、はい、今からね、足をしっかり緩めていきますからね、怖、はい、これぐらいかな、よしではね、始めていきますね、こんな感じです、おぉ、硬いね、でもなんかまだ いや、痛いやばい、痛い、でも今背中を押されたときでも痛かったですもん、ああそうですか、痛かったというかなんか、はい、呼吸がしにくかった、あそうですよね、特に右がなんかめっちゃ呼吸しにくかったね、で右はね今ねあの梅雨時期なので、はい、気圧とかが変わって、うん、背中が硬くなることって多いんですよ、へでそれが上がっていって首とか肩とかが凝ってくるとかね、YouTube で見てたのは、ね、その以上の痛さだと思います。なんか結構覚悟してきたんですけど、はい、でも昨日とか、はい、なんかやっぱ行くのやめようかなってめっちゃ考えたんですけど、めっちゃして考えたんですけど、はい、ちょっと頑張って、こっかしてやめようと思ったけど、来てしまったみたいなね。そう、なんか口コミがすごいみんな良かったから、はい、ね、嘘偽りないことを書いてもらってますからね聞いて、この足の疲れがこう上がっていって、この辺に来て、こう来て、こう上がっていくんですよ、ああ、そう、その下の方もやばい、私下の方が痛いです。ね、下のこの辺痛いですね。うん、痛い。もう全体的にダメってことですね。全体的に疲れられてるって感じですね。今日が一番痛いんですね、あで2回目以降はね、そこまで痛くないんですけどね、あ痛すぎて二度と来ない方もたくさんありますしあ、もう、いや、
リンパはね、溜まる場所ですね。ああ。対人関係のストレス、思い当たる人がいればその人が原因です。そう、あの人知らないけど、仕事めちゃめちゃ忙しかったかね。あ、やば、頑張れば、はい、ですよね。足頑張れば、なんか結構見てたんですけど、足頑張れば結構そこまで、あの背中はそんなに痛くないかったりしますね。なんかあったりするんですね。人によっては痛かったりします。いや、痛いよな、そしたらそれは分かんない、私には。まあ延々とこれがね、ずっと60分間続きますからね。やばいですね、まだ5分くらいですよね、まあ、5分10分のまでぐらいですね。だってマスクの中が、はい、汗だく。いや、すごい。詰まってる。それ何、左の方がやばいかな。やばいですね。